4月25日月曜日、一心殿町にある高田本山専修寺で2016年ジュニアサミット in 三重県内分散型体験交流行事が行われました。ジュニアサミットは G7 各国から選考された15歳から18歳の若者が集まり、世界が直面する課題について討議されるもので、今回行われたこの体験交流行事は県内4コースに分散して各地を訪れ、実際に三重の自然、伝統、文化などを体験し、県民の皆さんと交流してもらおうと開催されたものです。この日、津市、松阪市、多気町を訪問するグループが一心殿寺内町専修寺で三重県内の高校生や地元の方々との交流を深めるため、バスで専修寺に到着すると、前橋町をはじめ地元住民や専修寺の方々などから大きな拍手で歓迎を受けました。市長は英語で、今日は津市を訪問いただきありがとうございます。このお寺には長い歴史があり、独特な空間や建物を楽しんでいってくださいと歓迎の挨拶をしました。参加者たちは手水の前で三重県内の高校生から手ほどきされながら作法を学んだ後、三重堂に入り、建物の歴史や概要について通訳を通して説明を受けると、真剣な面持ちで聞き入り、気になった点などを質問していました。また寺の屋根に使われている瓦や柱に触れ、日本の伝統や文化を体を使って感じ取っていました。そして竹林や池に包まれた庭園を散策し、茶室に着くと写真を撮ったり中を覗き込んだりするなど、興味深そうに見ていました。